来てくださいね。悪くない。グレンケア隊、我々の任務はルーシー総督府の強襲、ユトランド軍本体を迎撃するため郊外に展開するであろう敵戦力の後方撹乱、敵が籠城した場合も任務は変わらない。市街地を包囲した本体と連携し、速やかに総督府を制圧、敵部隊を殲滅もしくは撤退に追い込み、イプセリアからルーシーの脅威を排除する。イプセリアはルーシ領から独立した国へ、国民の手に取り戻すのですね。その後のことなら俺には興味がない。それでいいのですか？私はイプセリアの民のことを案じているのです。もう勝ったつもりでいると？そうではありません。軍人として一人の人間として戦った後に何が残るのか、何を残すべきなのかを問うているのです。またそれか。何です？お前が見るのは先のことばかりだ。未来に思いを馳せて生きることがいけないとでも？戦場では目の前の敵だけを見て戦え、よそ見をしていると命を落とす。まだ懲りていないようだね。よそ見をしているのはむしろ。姫、落ち着いてください。
五度。申し訳ありません。またしても見苦しいところを見せてしまいました。顔を合わせるたびこれ。まったくやってられないよね。誰とは言わないけど体調向いてないんじゃないかな。僕の方がふさわしいんじゃないかな。チワ喧嘩なんざ犬も食わねえって思ってたけどよ、慣れてくるとそう悪いもんでもねえな。我が隊の風物詩ってか。なるほど、言えて妙ですな総長殿。もう二人ともそうやってすぐ茶化すんだから。デリカシーのないおじさんって女の子に嫌われちゃうかも。ブーだよブー。前言撤回、もっと真面目にやろうぜ。なあブリギッタ。どうでもいいわ、好きにやってちょうだい。けど顔が怖い、眉間にシワが寄ってる、ものすごく寄ってる。また消えなくなったと泣き疲れても知らないから。え、泣き疲れたって何？またって言った？それって前にもあったってこと？イザークさん、それ以上詮索しない方が。詮索じゃない、僕は探求しているのさ。美女の秘密という神秘をね。説明は以上だ。作戦開始の日取りは未定だが、そう遠くはない。各自準備を怠るな。解散。何？ありがとう。すごいね。え、すごいすごい。え、よしてちょうだい。何か用？何？ご苦労様です。どうかされましたか？のようですね。司令部から要請があります。今回の作戦をご説明します。説明は以上です。
作戦を開始する。覚悟はいいか。敵戦のお出ましだ。任務完了だ。